青森県立八戸高等学校は、青森県八戸市長者四丁目にある県立高等学校、略称、八校）。歴史1889年、青森にあった青森県人城中学校が、広崎の氏族の誘致活動の末に移転したのを機に、県南三古地区の大義子有志が誘致活動を展開し、1893年に、青森県人城中学校八戸分校として、 創立。以後、数回の解消を経て、現在に至る、2013年に創立120周年を迎えた。家庭、学科全日制家庭、普通科工風文部領土出実合憲自主自立考量交渉、校の文字。新生高等学校家作詞は、北村小松、作曲は、堀内慶三による。歌詞は4番まであり、最後に、公明の、 8校が登場する。旧正中学校科とは、歌詞や曲調が異なるものの歌詞における、相互交換が可能である。進度卒業生は、ほとんどが4年生大学をはじめとする、上級学校へ進学する。2007年、春の大学入試においては、東北大現役合格者64人の実績を上げ、現役合格力ランキング全国第11位となった。他校との連携に属し、 大学入試のデータやノウハウを共有し合っている。運動部全国高等学校野球選手権、大会第12回、第14回、第16回、第47回、第67回、第76回、76回選抜高等学校野球大会第28回過去に存在した、運動部文化部過去に存在した、文化部、カテゴリー、青森県立八戸高等学校出身の人物も、 三小九星中学校出身者と新生高等学校出身者の双方について記載する北上屋局岩手県を代表する名曲北上屋局は同校の生徒だった安藤むつが1941年に作曲自然発生的に流行したものの1961年に同志が名乗り出るまで作者不詳だった八高の森1976年 生徒の健康管理に役立つようにと、生徒のキャンプ用地の取得を考慮。八戸市南郷あざ大森に108,200平方メートルを購入。八甲の森と呼ばれている。しかし、通常使用されることは少ない。八甲会館の建て替え建て替えられた八甲会館敷地内の八甲会館は、現在にアスベストの含有が認められたために取り壊された3階建ての ビル型会館を建て替えたもの、純和風な会館に生まれ変わった。本来は120周年記念事業で建て替える予定だったが、これを前倒しして実行したもの、2007年3月に起工式を行い、11月に建設工事を完了させた。施設概要は256.365坪、大ホール県食堂、生徒宿泊室、研修室、マネージャー室、浴室、 シャワー室などを備える。なお、共産会総会では、指定寄付金によらない、寄付金だけでは、建設資金が集まらないということになり再検討の結果、生徒一人につき年1万円ずつ協力してもらい、さらに寄付金を募ることで建設費を捻出するという提案で、2005年11月の共産会臨時総会で同意を得て建設する運びとなった。 鉄道とバスの双方について記載する、最寄りの鉄道駅最寄りのバス停、ありがとうございます。